はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬がトイレを失敗してしまう意外な理由ね、たくさんあるんですけど、その中の今日は一つをピックアップしてお話しさせてもらおうかなと思います。トイレね、結構メンタルやられるじゃないですか。メンタルやるとおかしいけども、掃除とかね、まず掃除しようとしたらね、そのティッシュに噛んでくるとか、もうなんやかんやあるわけですよね。なのでやっぱりね、こう子犬のうちにしっかりしつけてあげるっていうのはすごく大事なことになってますね。お互いのストレス関係性のためにもね。で、これをね、いろんな失敗の理由っていうのがあるんですけども、これ大丈夫ですか、チェックしてくださいねっていう内容を今日お話しさせてもらおうかなと思いますので、トイレ悩んでいる方はぜひね、実践してほしいかと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram させてもらってます。ブログの方は僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、 Instagram に関してはここ行こうという僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。はい、まあそんな感じでね、始めていくんですけども、まあトイレね、まあいっぱいありますよ、あの失敗の理由ってね。それをじゃあどういう風に成功させていくのかっていうのがね、すごく大切なポイントになってくるんですけども、いっぱいある中のうちの一つ、今日お話しさせてもらうのはトイレが汚い。はい、これ意外と皆さんなってませんか、トイレが汚いです。シートのお二人もまあ寄ったりするんですけども、まあここにね、ど真ん中のちこちゃーしましたと。で、そこをね、まあ、ワンちゃん行くわけです。トイレの時間になるとね、飼い主さんも毎回からめんどくさいですよね、行くじゃないですか。けど、ああ汚れてるわみたいな、子犬ちゃんがね、ああ避けよう、なんかここでしないかんのやけど、わあ嫌やなって言ってトイレの近くで失敗するっていうことね。でこれなんでかっていうとね、まあそもそも綺麗好きなんです。綺麗好き、はい、ワンちゃんって結構綺麗好きなんですよ。これ人でもそうなんですよね。まあ綺麗好きっていうか、まあ、人でも叩いたらすごく分かりやすいんですよ。なんか人もね、ちょっと汚い話しますけど、トイレあるじゃないですか、トイレね。でそこにまあ便とか尿とか言い方あるかな、便とか尿とかがね、しかも自分のじゃないかもしれないものがボンってあるんですよ。その上にトイレしてくださいね、その上にっておかしいな、その上か、その上にしてくださいって言われたらどうですか。なんかちょっと気持ち悪くないですかね。ワンちゃんは、人間、まあ、ギリギリどうなんやろ、自分で言って分かっとったらできるのかどうかは分かる。僕はちょっと嫌ですね、流しますね、絶対ね、流しながらするから、もし自分のやだとしてもね。ワンちゃんはもちろん自分でも分からんし、同じような感情なんですよ。うわ嫌やなね。で人間はできないのにワンちゃんがやれってもなかなかさ難しい問題なんで、だからこそやっぱりトイレを清潔にしてあげるっていうのはめちゃくちゃ大事なんです。ただやっぱこうやって実は答え差があるんですね、答え差が。はい、いやうちの子全然気にしなくて、他の子の上でもおしっこ普通にするし、まあ、自分でも全然ペットシートなんかもギリギリまで使いますよって方もいると思います。よかったらね、コメント欄の方で教えてほしいかなと思います。はい、でなのでまあね、じゃあそう綺麗好きなんていうのはまあ分かりましたとね。じゃあどうしたらいいんですか、ここですよね。はい、涼しくやでお話しさせてもらおうかなと思いますので、ね、トイレで悩んでいる方はぜひこれね、実践してみてください。では今日の宿題はこれです。はい、先生、今日はトイレをね、失敗してしまう意外な理由です。意外なんですよ。実はめちゃくちゃ綺麗です。綺麗かな、綺麗好き。はい、なんです。じゃあね、今日からやってほしいこと、宿題です。はい、それ何かというと、ね、もう綺麗好きなのであれば、綺麗にしてあげる。つまり、こまめに変えてあげるってことです。一回したら変えるぐらいの理由です。めんどくさいみたいな、ね、ペットシートもったいないね、このね、子犬の今のうちにしっかりしつけることがどれだけ楽かね。それこそね、めんどくさがって、いや頑張りよってダラ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 失敗し続けるんですよね。その分、ストレスもたまる、こっちのもね、お互いので、ね、その間なんか勉強なんか本買ったりとかいろいろするわけですよ。もうコストも時間もめちゃめちゃそっちのかかるんです。だからスパッとしたなと思ったら、なんか嫌がってる装備があるなと思ったら変えてしまう。まあもちろんそこ答え差ありますよ。いやその原因じゃなかったらもちろんある。うちの生徒さんの中でついこの前ですと話した時に、やたらシートの横でするんですよね。あれそれもしかして綺麗すぎやから避けてるんちゃいます。ああそうなんですかね、ちょっとこまめに回復しています。そこから成功率がグーンって上がったんですよ。もうほとんどできないっちゃった。それまでまあ半分ぐらいだったのがもう 90% 以上なってきたんで、もうたったそれだけのことなんですよ。何かご褒美がどうのこうのじゃなかったんです。ただ綺麗好きだっただけなんです。はい、たったこれだけのことで問題解決してしまうのであれば、ぜひね今日からやってほしいかなと思います。はい、まあそんな感じでね、まあなんだトイレシートっていうとこずっとね置いとかなきゃいけないとかね、なんか匂いがあった方がいいとかいろいろあるわけですよ。もし匂い残そうと思ったらそれ 逆効果ですよね。
ね、ね、汚れてるわ、いやいやって余計外すわけじゃないですか。いろんな世の中の常識があると思います。でトイレ以外にもね、いろいろ悩みがあると思います。ここ横でもね、入学説明会っていうのをね、行っております。またね、概要欄の方に貼ってリンクをね、貼っておきますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。というわけで、また明日お会いしましょう。